じゃん、ままごとトントンできるセットだね。これを外して中からはこんな感じ。バスケットの中にたくさんの野菜やフルーツ、そしてケーキやハンバーガーも入っているね。これはトマト、トマトだね。そしてこれがキャベツ、キャベツだよ。それから真ん中にはこれは桃だね。桃が入っていて、これはブドウ、ブドウだよ。そしてこれがハンバーガー、ハンバーガーだね。パンにハンバーグを挟んでいるよ。レタスも入ってるかな。それからいちごのケーキ、ホールケーキだね。まん丸1個入ってるよ。そしてこれは何かな。これはオレンジ、オレンジかな。葉っぱがついているね。そしてこれがリンゴ、リンゴだよ。そしてこれ、これがかぼちゃかな、かぼちゃ。その下には、あ、これがまな板。この上でこのナイフでトントンして遊べるね。それからお皿が2枚入っていたよ。それじゃあトントンして切っていってみようかな。まずは桃から。桃の中身はこんな感じになっているね。お皿にあげていくよ。そしてぶどうはこんな感じで真ん中から半分に切ってあげて、よし。そしてこれがキャベツだね。キャベツも真ん中からこうやって切ってあげると、中には葉っぱがたくさん詰まっているよ。そしてこれがトマト、トマトだね。トマトの中はどんな感じかな。あ、種がたくさん入っていたね。そしてこれがリンゴ、リンゴだよ。リンゴも真ん中からこうやって切ってあげると、よいしょ、中には種が入っていたね。そしてこれがかぼちゃ、かぼちゃだよ。かぼちゃにも種が、あ、入っていたね。たくさん種が入っているよ。そしてこれ、これがホールケーキ、ホールケーキは半分に切って、さらに半分、よいしょ、4分の1に切って、ショートケーキにしていくことができるんだね。それからこれ、これはオレンジだと思うんだけど、中を見てみると、あ、オレンジだね。やっぱりオレンジだったよ。そしてこれ、これがハンバーグ、ハンバーガーで、こうやってちょっと切ってあげるとパンが取れて、これがレタスかな。そしてハンバーグとパンに全部分けることができたよ。